浜松市天竜区三作保町山の上に来ています。ここに阿波の畑を作る準備が進められています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。その山の上に畑が作られています。作業をしているのはうなぎパイで有名な浜松市の春華堂の新入社員です。畑仕事をすることは原材料から作ってるっていうことを知るとお客様にもおすすめしやすくなったり自分の知識としてもすごくプラスになると思います。春華堂は阿波を使った和菓子ブランド五穀屋を立ち上げました。地元の NPO 法人小出三作保と一緒に在来種の猫足阿波を育てています。去年はスペインからシェフを招き阿波をスペインの郷土料理にして地元の人たちにも紹介しました。キノコの上に阿波が乗っています。面白い食感ですね。雑穀と呼ばれ美味しくないというイメージを持つ阿波、実は栄養価の高いスーパーフードです。元サッカー日本代表で腸内細菌の研究企業の鈴木啓太さんも阿波の可能性を調べています。かなり期待しちゃいますよね。もうアスリートに食べさせたいですもん。丹精込めて作った畑に撒いた阿波の種は秋に実ります。9月に三作保で雑穀サミットが開かれる予定でここは阿波を使ったディナーの会場になります。三作保のみんなの励みにもなるし、でまた出て都会に出ていった子どもたちがまたこれをきっかけにしょっちゅう帰ってきてくれると嬉しいなと思います。お菓子の会社が雑穀を育てる目的は江戸時代から続いている阿波をこう守ること、そして伝統をつないでいくことだと思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。